って知ってる？文房具なのにみんなで対戦したり点数を競って遊べたりするんだ。その中からとっても楽しいゲームを秋田犬のジージーが教えてくれるよ。ジージー、今回はどんなゲームを紹介してくれるの？チャオ、秋田犬のジージーです。今回紹介するのはストーンを飛ばして的の中に入れるゲーム、その名もスーパーカーリング。では早速、プレイヤーは2つのチームに分かれて対戦開始。各チーム1人から4人まで。よし、頑張るぞ。まずは先行チームがストーンと呼ばれる駒をスタート地点に置き、次にハウスという的の中心を狙い、ストーンをボールペンで飛ばすんだ。中心を狙うんだね。さあ、ボールペンをストーンの背面にセットしよう。この時打つ位置が重要になってくるから慎重に。位置が決まったらボールペンでストーンにショット。えい、まずまずだな。次は相手チームのショットだ。あ、僕のストーンがクラリスに押し出された。直接ハウスを狙う以外に、相手のストーンを押し出したり、仲間のストーンをハウスの中心に押し込んだりすることもできる。中心に一番近い相手のストーンよりも内側にあるストーンが得点になるんだ。全てのエンドが終了した時点で合計得点の多いチームの勝ち。ふう、いい試合だった。今回は桃太郎チームの勝ちだね。こんな風にシンプルだけど大盛り上がりの遊ぼうぐ、他にも遊ぼうぐを使ったいろんなゲームがあるから、お家の人やお友達と遊んでみてね。それじゃ、また会おうね。